6。じゃあ100増し。ここら辺じゃ地域最大に安いし、店長がいいのを選んでいただいて、よくしてもらってるんですね。小松菜、ニラ、ネギ、玉ねぎ、トマト、ナス、キノコ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。中華大学刺繍入り。日曜日休みだったから今日休みかなって。最初めちゃくちゃ言われた。同業者の先輩からも言われたよ。見物だなっつって。みんなやっぱ言ってたもん。やっぱり立地が一番だって。だけど俺はそうとは思わなかったからね。低温調理器で丸2日やって、1回タレにちょっと漬け込んで揚げ焼きします。揚げ焼きするとこう切った時の断面がものすごいね、綺麗になるから、ね、香ばしさもね全然違う。
ところからまたタレ作って、上のタッパーちょうだい。
お願いします。簡単麺サンマーメン何でも美味しいですけど、タンメンもあとチャーシューも美味しいです。盛り合わせ今日頼みました。美味しいです。はい、お持ちしました。最高。美味しい。お待たせしました。
洗って。
6の追加。卵チャーハンになります。すいません。美味しそうだな。美味しそうだ。ちっちゃい頃から言ってるもんね。ベビーカー乗ってるぐらいから。何の料理が好きですか？餃子だそうです。餃子、美味しかった。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いただきます。肉卵チャーハンはオープン当時からあるんですか？ないです。どういう経緯で？普通のチャーハンだけじゃ食っていけないなと思って、斬新な料理が必要だなと思って、そしたら当たりましたね。こうやって切ってもすぐまた生えてくるんだよ、これ。ネギって取り放題で、親父がずっとやってて、親父亡くなっちゃったからもったいないじゃんと思って、で自分で育てようっつって、親父が残してったもんだからさ、でこうやって育つとさ、嬉しいじゃん。食に携わってる限りさ、こういうのいいなと思ってさ。お店はなんで始めようってなったんですか？ちょっと下ったところにね、町中華があってね、そこのマスターのさ、鍋振りがもうかっこよかったんだよ。それが小学校3年生とか4年生ぐらいだったのかな。俺中華屋さんになりたいと思ったんだよね。そこからずっと夢持って、18で高校卒業して、俺は中華屋さんになるんだってみんなに宣言して、10年修行して、で今10年目。実際やってみてどうですか？うん、同じぐらい働いたらもっと稼げる商売あるんじゃねえかなと思うんだけど、まあね、小学校からそうやって夢でやってきて幸せじゃない？夢を持ってさ、こうやってできてお客さんいっぱい来てくれたらさ、ねえ。